エクスタシーカラーのキングル来た。しかも電光石火って。ってことはこれ、あ、焦点やっぱちょっとずつ盲信してくるよね。ちょ、完全なるエクチル来たぞ。もうこれはこいつは孫うことなきエクチルだろう。俺なんかこんだけもうちゃんとした完全なるエクチルと戦うの初めてかもしれない。そしてこのキンクル対クッパって完全にキンクルサンドバッグなんで、まあ、ましてやあとこいつエクチルでしょ。エクチルってあのスマブラのオンライン界でなんて言われてるか知ってる？カモって言われてるんだよ。カモにされてんだよエクチルは。エクチルキンクルは。だから俺もカモにさせてもらいます。あ、受け身が取れても、あ、受け身が暴発しちゃってますね。それはエクチルとしてはあるまじき行動ですわ。しかもなんかデータ横スマしてるし、お前そのデータ横スマ当たる確率 2% だから 2.15%。 そんな横スマには、ちょ、ワンダーキャッスル、雷槍も使ってる。ちょ、こいつやばい、エクチル度高え。データ横スマにちょっとずつ猛進に雷槍に、完全にエクチルやんけ。この本家がね、量産型エクチルをカモにするっていうこの構図。うわ、今の決めたかった。あれ決まったらかっこよかったんだけどな。ワンダーキャッスルやめろ。俺基本ジャンプ上がり癖になってる時あるから。はい、でもクッパはこれ上火やっとけばいい。はい、これ回避上がりしちゃうよね。完璧に今誘いました、回避上がりを。え、ちょっと待って、これってさ、え、こいつってさ、あいつだよね。あいつだよな。待って、これ俺の知ってるルイージだったらこのルイージはやばい。ちょ、気合い入れていかないとまずい。いや、間違いない、こいつそうだわ。ちょ、お前よ、お前 こいつね、あの俺動画とか配信でボコられたから。ちょ、まあ、今回クッパだけど、まあ、クッパで十分だわ。今俺強くなってっから十分。はい、 110% 対 60%、 こんくらい食らったらもうお前のクソコンボも食らわないから。はい、残念、ドカーン、最大食らってしまったね。さあ、まずそして三角と、あー、ここは早出しで、まずい。ちょ待って、これ速攻元気、速攻元気。もうちょっと俺攻撃上がりしてないんだけど。これさ、クッパってさ、復帰するとき B 連打しないと上に浮上しないからさ、その B 連打した流れでそのまま攻撃上がり出ちゃう、崖掴んで。あ、ごめん、ちょっと、うー、よっしゃ、俺は完璧なずらしを手に入れたんだよ。カズヤだの、メタナイトだの、このルイージーだのにボコられて。はい、残念でした。もう一発横スマ、おいしい。地上蹴りできないの。ちょっともう一回行くわ、この即死バカ。絶対倒す、クッパで、クッパで十分。あっ、ちょっ、もうすぐそれ始めようとする、マジで陰キャゴミ豚野郎が。あっぶねえ、こいつやっぱ間違いねえ、この意地でも。あ、間違いないわ、この意地でも即死狙ってくるあたりの陰キャ度合い、あのスマ知識専門家とかいいやつだ。過去に俺をボコった。ちょっとお前やめろやめろ、ちょねえ、もうそう、もうそれお前言っとくけど、決めれば決めるほど自分が、はん、しかもこいつ煽ってんだけど、ぶっ殺す、こっから逆サンダーで見せてやるよ。お前言っとくけど、そのコンボ決めれば決めるほど自分が陰キャですって言ってるようなもんだからな。自分のそのコンボのコンボ精度と陰キャ度合いって比例してるから。ねえ、俺これキンクルだったら余裕で倒してっから、お前キンクルだったら俺勝ってるから、豚野郎。まあ、ぶっちゃけ俺これキンクルだったら勝ってるから、ぶっちゃけメインでも何でもないキャラの時にボコられたって全く悔しくないし、しかもこの対面勝って当然だから、ルイージが。キンクルだったら俺勝ってるし、現に。まあ、言うてクッパでも勝てるからそろそろ勝つけどね、メインじゃないキャラに負けるのって悔しいよね。お前これから悔しい思いする形になるから、絶対に。何してんねん、当たるかそんなもん、二度と。ちょ、今のブレス当たってるやろ。ロケット付きの判定どうなってんの。危ない危ない危ない。はい、 146% 対 34%。 もうこんくらい食らってからが勝負だから、重量級は。もうこれならこいつのクソコムも、うーは、てめえ腹立つ、それ、その煽り腹立つな。まあ、俺別にこれメインじゃないから、まあ、負けてもあのお前が勝って当然だからね。しかもこの対面的に、あっ、絶対お前引きこもりだろ、どうせお前この夏もずっと引きこもってんだろ。
俺は陽キャだからバーベキューとか海とかプールとか行くけど、川でカヌーしたり、お前は絶対ただそれ家で引きこもってずっとそのカチ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 一人で即時コンボ決めて優越感に浸ってるだけで、終わってくだろお前の夏は。しょうもない人生送ってんなお前。しかも俺これメインじゃねえし、キンクルじゃねえし、クッパだし。サンドバッグ来ました、青峰カラーの。さあお前はエクチルか。いやでもこいつクーダとか使ってきてんな今の大砲。エクチルじゃねえのか。エクチルは基本的にね、これあのクーダとか使えないから、あいつら基本的にテクいことできないから俺と同じで。さあ 45% 対、52%。 まあここからサンドバッグにしてやるよ。まあキンクル対クッパとかもうクッパが負ける要素がないからね。まあちょっと骨の、えそれはちょっとうまいわ。こいつはエクシルじゃねえ、完全にノラのキンクルだ。やばい、ちょっとはっ、え何その滝壺貝みたいなやつ。じゃあもうクッパとか使うのやめるわ。ああやっぱキンクルだわ、やっぱお前だったわ。俺は、俺にはお前しかいねえ。うん、ちょこれでまたあのルイージスマッチ式にマッチングしねえかな。今だったら余裕で勝てんだけど。あさすがに怒られた。ちょ脳死でカウンターしてたけど、まあ、さすがにね、お仕置きされたわ。お仕置き君に、おいちょやめろそれ。ちょマジでこれさ、俺これ完全にこれ完璧にこれやられたらどうしたらいいか分かんないんだけど、これって何積んでんの、これ復帰ガードなくない。ちょ待って、お前やばいサムス、もしかしてこれガチでお仕置きされる俺。いやお仕置きされるのはてめえの方だ、俺が仕置き人だ。ボケバカデブインキャンブタンテンパーメガネキジレゲー。あそういえば俺昨日イオンに買い物行ったんだけど、その時にね一人でプリクラを撮って、その写真をねツイッターとインスタにフォローしてくれてる人限定でアップロードしたところ、それがめちゃくちゃバーッて一番いいね。5000リップくらい来てて、今回のプリクラなんか加工薄いですねみたいな、加工薄くてもイケメンですねみたいな、なんか結構リップが殺到する。はい、ということでまあ今回はこんなところですかね。まあちょっと最近キンクルの方が調子悪かったからクッパ使ってみようって思ってクッパ動画撮ろうって思ってやったらあいつにマッチングしてしまったわけなんですけれども、まだねチャンネル登録と高評価してない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとね概要欄からツイッターのフォローもいけますんで、そちらもぜひお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。